本日はご乗車いただきまして誠にありがとうございます。ただいまより乗車券を拝見させていただくとともに、プラス皆さんに感謝の気持ちを申し上げたいと思います。切符を拝見します。53年という短い人生の中で数々の素晴らしい作品を残してくれたこと、心より感謝を申し上げます。でもね、私はただ一つ心残りなことがあるんですよ。あなたにはね、フォンメックさんと結婚してほしかったんですよ。素晴らしくないですか？手紙だけで14年間も顔がわからない中でやり取りをする、素晴らしいことだと思いますよ。そしてついに2人はと思ってたんですけれどもね、あの時なんとかならなかったんですかね。そうですか。その反面、素晴らしい作品を残していただいたこと、改めて心より感謝を申し上げます。ご乗車ありがとうございます。本日もご乗車いただきまして誠にありがとうございます。